の結婚式がとてつもなく不幸だった。兄も嫁さんも友達が多いわけではないし、お互い親戚も少ない。仕事関係で呼ばなきゃいけない人もほんの数人程度ってことで、結構小規模なものだった。なので、大雑把に計算して、ご祝儀で結婚式の資金を賄えるようにした。式は小さいながらも、とても素敵で、私も思わずほろりとしてしまった。数日後、私、両親、兄、嫁さんで、ご祝儀の計算をしていて、驚愕の事実が判明。嫁さん側の親族の8割が、ご祝儀が1万から1万5千円。中には、1家族分が、4人分、2万なんてのもいた。私や兄や父は、ポカーンってなってたけど、母は、まあご祝儀は気持ちだからね。いくら包まなきゃいけないって決まりはないから。と笑っていた。もともと、足りなければ両親が出すつもりだったので、両親は、涙目になってる嫁さんに、気にすんな。と言っていた。そしたら、突然ワンワン言いながら、嫁さんが号泣しだした。慰めようとする兄の手を払い、きっと睨みながら、嫁さんは言った。なんで、まるまる兄の親族側、そんなに額が少ないの？普通新郎側は、一人50万ぐらい包むでしょ？足りないなんて恥ずかしくて死にそう。そんなの聞いたことない。いや、私が知らないだけでしょうか？嫁さんは、そっちの両親がお金出して当然、やら、恥をかいたから慰謝料払って、私の両親にも謝罪して、とかなんとかひすってた。その後は、まあ、さすがに、切れた兄が、嫁さんと離婚したり、嫁両親から、お怒りの凸があったり、最終的には、警察沙汰になったりっていう、ありきたりな感じだった。あれ以来、私の中の結婚式への憧れが、消え失せてしまったよ。一応質問なんですけど、新郎側は、多めに包むってのは本当なんですか？私親族は、だいたい5から10万ほどを包んでくれていて、私や兄も、それが相場だと思っていたので、ご祝儀で足りなければ、自分たち、両親が出すというのを、最初から公言していたので、嫁さん自身が、じゃあ、ご祝儀がいくらだったかお知らせしますね。と言ったので見せたみたいです。私がその場にいたのは、私ちゃんとは本当の姉妹になりたいの。だから、どんなことでも隠し事したくないから、私ちゃんも一緒にいて。と嫁さんに言われたから、私がいなきゃいけない意味はわからなかったけど、まあ嫁さんが言うんなら、ってことで、ご祝儀だけで賄おうとするのはダメなんですね。結婚式資金はご祝儀で、ってのは、兄たちから、こうするって決めたから、と報告を受けたので、どういう経緯でそう決まったのかはわかりません。ご祝儀だけで賄うのは浅ましいことだと知らなかったので、理由は聞かなかったです。新婦側は、本当はご祝儀を出さなくていいの。でも、私が親族から愛されているからこんなにくれたのよ。いつもだったらご祝儀ないもん。って言っていたので、嫁さん的には何も思わないんじゃないですかね。ご祝儀、イコール、新郎側からのみもらうものって認識っぽかったし。まあ結果として離婚したんで、どうせうまくいかなかったんだと思います。